エンゼルス大谷翔平投手29が今後10日以内にシーズンを終了し損傷が判明した右肘じ人帯の手術を受けるのではないかという見方が周辺から出ていると USA o d デ y 紙のボブ・ナイチンゲール記者が3日付の記事で伝えた大谷の考えをよく知る人物がこれから10日間以内にシーズンを終えトミー・ジョン手術を受けると思うと話したという エンゼルスは4日、日本時間5日から本拠地7連戦に入る予定で、同記者は次のホーム連戦を最後までプレーし、それからシーズンを終えると発表するのは納得の判断だ。そうすれば来季は投手として出場する可能性はなくなるが、DH として出場するに十分な健康状態になれる、と指摘した。大谷は今季終了後にフリーエージェント、FA、となるが、 同期者は各球団は大谷をエリート打者として見ており、2025年に投手として復帰できれば、それはボーナスだと考えている。とし、もし契約金総額が5億ドル、約725億円未満で済むならエンゼルスは再契約のチャンスがある。それを超えるならドジャース、ジャイアンツ、パドレス、そしておそらくマリナーズが争奪戦で有利だろう、と予想した。